大阪メトロの駅構内案内放送を聞いたことは皆さんもちろんありますよね。2番線に新大阪行きが到着します。危険ですのでホーム柵から身を乗り出したり物を立てかけたりしないでください。大阪メトロの駅アナウンスはまず接近放送として行き先だけを案内します。その後一度聞いたら耳にこびりついて離れないと噂の接近メロディーを繰り返し、電車がホームに差し掛かると2番線に到着の電車は難波梅田方面新大阪行きです。 The train on platform 2 is bound for 新大阪 via 梅田。途中経由地と重ねて行き先を案内します。2番線に新大阪行きが到着します。接近放送では経由地には触れず、2番線に到着の電車は難波梅田方面新大阪行きです。到着してから流れる放送でのみ経由地に触れるという妙なこだわりが特徴といえる放送ですが、この放送が牙を剥くのが大阪の街が眠る深夜の時間帯です。大阪メトロの駅アナウンスには終電限定でしか聞けないメロディーとアナウンスが存在します。こんな感じです。まもなく天王寺行きの最終電車が到着します。お乗り遅れのないようにご注意ください。この放送は最終電車にあたる電車が前の駅に到着する、前の駅を発車するなど特定の動作をトリガーに流れるようで、駅によって流れるタイミングが異なります。終電放送の前に流れるメロディーは帰りましょうをもじったメロディーとなっているらしく、静かな夜の始まりを告げるのにぴったりな放送案内ですよね。なお長堀鶴見緑地線のみ放送の内容はほぼ同じですが、チャイムメロディーだけオリジナルのものに差し替えられています。まもなく大正行きの最終電車が到着します。お乗り遅れのないようにご注意ください。この終電放送は途中駅と終端駅で放送文面が若干変わります。途中駅ではまもなく天王寺行きの最終電車が到着します。まもなく到着することを予告する一方で、終端駅では1番線から北加賀谷行きの最終電車が発車します。まもなく発車することを予告しています。こういう細かいところにまでこだわりが発揮されているこの案内放送は、特定の条件を満たしている路線に限り案内放送の内容が少しだけ豪華になります。その条件とは直通運転を行っているかどうかです。他車線との直通運転を行っている御堂筋線、中央線、境筋線では最終電車の到着を告げるアナウンスに他線区では聞くことができない特別な内容が追加されます。御堂筋線、中央線の放送では2番線に千里中央行きの最終電車が到着します。江坂方面はこの電車が最終です。まもなく学研なら富ヶ丘行きの最終電車が到着します。荒本生駒方面はこの電車が最終です。直通先の会社へ行く電車の運転が次に到着する電車をもって終了すること、もしくは2番線に新大阪行きの最終電車が到着します。江坂行き、千里中央行きは終了しております。まもなく森の宮行きの最終電車が到着します。生駒、学研なら富ヶ丘行きは終了しています。すでに終了したことを告げる案内が追加で流れるようになっています。これらの案内は路線の長さに関わらず、なぜか直通運転を行っている路線でしか流れません。大阪メトロ最長の路線延長を誇る谷町線ですら流れません。さらにアナウンスの個性がバグっているのが境筋線です。まずは境筋線の最終電車の案内放送を聞いてみましょう。まもなく3番線から正尺行きの最終電車が発車します。聞いていただいたのは収録時境筋線北行きの最終電車であった正尺行きの放送です。御堂筋線や中央線の例と異なり、高槻市、京都河原町方面及び北千里行きの最終が発車した旨の案内はありません。御堂筋線が直通する北大阪急行や中央線が直通する
近鉄京阪奈線とは違い、堺筋線が直通する阪急は直通運転のネットワークがかなり広く、千里線で北千里まで行くルートと淡路駅から京都線に入り京都河原町へ行くルート2通りに分岐します。さらにそもそも阪急電車のターミナル駅は堺筋線とは全く関係がない大阪梅田駅ですので、ある方面への最終電車は大阪梅田発の電車であることも普通です。これにより終電は終電でもどこまでの終電なのかを端的に案内しづらいという問題があります。なので堺筋線ではどこ行きの最終は終了したという案内を丸々カットしてあります。その代わり堺筋線からの直通電車ではなく大阪梅田発の電車がある方面への最終であることがあるため、堺筋線の案内放送には3番線に北千里行きが到着します。この電車は淡路駅で快速急行京都河原町行きに接続します。最終接続専用の案内放送が用意されています。最終接続の案内でも最終に接続しますこのような特別感を醸し出すメッセージは流してくれません。淡路駅でどこそこ行きに連絡しますと、まるで最終ではない電車に連絡するようなトーンですが、この放送を逃すとその行き先の駅へ行く電車には接続できなくなってしまいますから注意しましょう。せっかくこんな案内を流せるのであれば、日中にだって同じような放送を流してくれてもいいじゃないのとつい思ってしまいます。力を持て余している感じはしますが、それでもなお終電限定なのです。極めつけが梅田発桂行き最終電車が運転されていた頃の放送です。まもなく2番線に北千里行きの最終電車が到着します。この電車は淡路駅で高槻市行きに、高槻市駅で桂行きに接続します。淡路駅で桂行き最終電車に連絡する、高槻市行きに接続を行うという二重接続の案内を平気で流していました。二重接続の案内といえば、この各駅停車は尼崎で神戸三宮行き特急に接続します。元町へお越しの方は尼崎で特急にご乗車の上、御影で元町行き各駅停車の最終にお乗り換えください。以前に紹介した通り、阪神電車さんもなかなかぶっ飛んだ放送を流していましたが、大阪メトロにも実は最終電車限定で二重接続の案内があることにはあったのです。余談ですが、この音声を収録した動画には興味本位で中国語と韓国語の字幕を入れるため、中国語韓国語のネイティブの方に案内文の翻訳を依頼したのですが、これ訳してほしい。どれどれ、どちらからも訳してほしい文の意味がわからないという返信が返ってきました。やた鉄。以上、大阪メトロのヤバすぎる最終電車の駅アナウンスについてご紹介しました。実は大阪メトロには今回紹介した以外にも最終電車限定の要素を含んだアナウンスが駅放送、車内放送問わず存在します。乗り換え案内をカットする内容であったり、この駅では接続を取らないから先の駅で乗り換えろと促す放送であったり、意外に深い放送の沼が隠されています。でもそれらはまた別のお話、このチャンネルの動画で紹介するかは分かりませんので、興味がある方はぜひ調べてみてくださいね。それではまた。